ヤップニムネシです。今回もいきなりダークオーダーのポケモンを紹介しちゃいます。やった。今日紹介するポケモンは2匹こちらです。ジラチ、イエーイ。いや、これは可愛いですね。ポーズもなんかこんな感じでこう守ってあげたくなるようなイラスト、素敵。特性も素敵、願い星、名前からして素敵ですね。バトル場にね、このジラーチがいるときに1回使えます。山札から上から5枚を見て好きなトレーナーズその中から選んで加えて OK という感じです。 XY シリーズのトレーナーズポストにね、近い効果を持った特性かなと思います。デメリットとしましては、ジラーチ自身がね眠ってしまうと。しかしここはね、エスケープボードがあればジラーチ逃げられますとも。なのでね、自分のバトルポケモンがね、倒された場合とかにエスケープボードがついたジラーチを場に出してあげて、特性を使った後逃げて別のポケモンで技を使う、こういった動きが非常に強力です。もう一枚、バンギラスです。今回新しくダークオーダーにはポケモン GX ではないバンギラスが登場します。技はスピンテール、全員に30ダメージ。スピンテールでダメージをねばらまいてから、フェアリータイプのカットテフを使ってダメ感をいずれかのポケモンにね移して倒すっていう、そういった動きもユニットエネルギーでしやすいかなと思います。もう一個、噛みちぎるです。相手がポケモン GX の場合、なんと230ダメージが出るという強力な技です。はい、カウンターゲインとかを使ったらね、アクエネルギープラスダルミショエネルギーで技が使えますので、結構打てる技かなとも思ったりしますね。無色エネルギーの数がね多い技なので、同じくユニットエネルギーとかでね、フェアリータイプと一緒に使ってあげたりしてもいいかなという技かなと思います。例えばね、マリルギを使って水玉探しでエネルギーをたくさんバンギラスにつけて噛みちぎる、こういったねこともできたりしますので、ぜひ皆さんバンギラス採用を考えてみてください。なかなか面白いポケモンが勢ぞろいのダークオーダー、次回は雷タイプを紹介していきます。また次回。